はい、どうもです。今日はですね、みんなに教えなきゃいけないこと、伝えなきゃいけないことがあって、動画撮ってるんですけど、この間、慣れ合いの部屋に遭遇したっていう動画を出したんですよ。で、その時に、ちょっとコメ欄での喧嘩がちょっと怒ってて、あーあーあーって感じなんですけど、無責任な。俺無責任すぎる。まあ、喧嘩の内容は簡単に言うと、まあ、普通に縄張りバトルしてて、ちゃんとやらずに、遊んでる人に対しての肯定派と否定派ってのがいて、それで思ったのが、もしかしたら、慣れ合いと平和ごっちゃごちゃになっちゃってて、なんか、違いがまだわかんないんじゃないかなと思ったので、私が、わかりやすく、多分わかりやすく、動画にしました。よかったら見てください。それでは、慣れ合いと平和の違いを説明していきたいと思うんですけど、今みんなが見てる動画ですね。これは遊んでる人と戦ってる人が、二つグループいて、なんかちゃんと戦ってる中で、煽りが発生してる行為。これを慣れ合いと言います。はい。そしてこれは、平和です。すべてのイカちゃんが、戦わず、仲良く、イチャイチャ、ラブラブしてます。これが、後に言う平和という。まあ、よく俺の動画でも出てくるのは、平和が多いんですけど、まあ、慣れ合いはね、ちょっと戦ってない人がいる行為となっておりますと。そういうことです。はい、お待ちしました。ホッケーフット縄張りバトルです。よろしくお願いします。ということで、今回はですね、慣れ合いと平和の違いというものを、みんなに伝えできたかはわからないんですけども、個人的には、まあ、慣れ合いは良くないと、慣れ合い良くないとは思ってますが、ダメですね。はっきり言ってダメですね。誰かがやってるとき、金旗とかさ、縄張りバトルでも一応調子がね、上がるんだよ。それをね、目指してやってる人の邪魔になっちゃうから、もしも誰か一人でもちゃんとやってたら、それに付き合ってあげましょうっていう。みんながなんかちゃんとやってなかったら、みんながちゃんとやってなかったらちょっとおかしいけど。やべ。これはね、一回ね、これ壊しちゃう、このシールド。ナイス味方。ね、あー、書いちゃったならいいや。死ぬ。危ない。そう。平和ならね、誰にも迷惑かかんないからね。迷惑かける声だけはやめましょうって、ネットリテラシーですね。最近厳しいネットリテラシー。最近覚えた言葉。俺の時代なんてネットなかったから。いや、全然当たらなかった。ごめんなさい。味方のカバーで、ほぼ助けてもらってる。俺の時代はさ、子供の頃の時代はさ、携帯もさ、今のスマホじゃなかったんよ。アプリとかもなくて、そういう、携帯のなんだ、iOS じゃなかったからさ。大変でしたよ。携帯ゲームするのもテトリスとか、そういう、ピコピコするゲームしかなかった。ボタン操作でできる。まあ、何っすよ、これ味方。味方が押してる。俺も一緒に行きたいけど。これはでも引いたから、いいや。なんか押さえてればいいんじゃないか。おー、怖い。炭酸怖い。怖すぎ。いて。どこ一回逃げよう。なんか無駄に使っちゃった。今俺何も考えてない状態だからな。これね、黄色いやつだけだから。ん？後ろ抜けてるのか。飛んできた。ナイス。よかった。これ抜けてきたの、やれてよ。あい、ナイス、オールだ、やったー。やったー。あと、これね、抑えるだけで勝てるんだよな。ちょっとね、引き気味で。シールドもね、後ろ通せるから。ブレ。ボムだけ気をつけよ、ボムだけ。ボム踏んじゃダメだ。こっち来てないね。いや、もう勝ったな。味方強えわ、ほんと。無駄話してれば勝てる時代。どうありがとうございました。これ相手ピンチついてたから勝った。
いいね。はい、お待たせしました。チョウザメゾ。ちょっと鼻がね、今、寝起きなんだ。鼻声なんですけど、風邪ひいてるわけではなくて、朝ってなんか起きると、ちょっとあれよな、鼻声になるよな。自分の鼻声やだわ。なんかちょっと、気持ち悪い。だから自分の声聞いてなんかいいって人いないよね。チャージャーも届くかな。あー、当たった。ほい。いや、でもボムが。ボム地獄なんすよ、今。あ、やばい、ハイプレ。今ちょっとボム地獄は、あれだったね。ほぼボムラッシュだったね。いろんなボムが混ざり合ってた。はい。やばい。ちょっと逃げる。俺、バケツ、そういえばなんで持ってんだろう。うわ、こーわ。チャー、こーわ。チャーに狙われてると生きた心地がしません。おい。チャー倒して、先ほどの恨み。うん、帰ったな。破裂しとこう。おい。あ、で、別。オッケー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 。あっ、当たんね。あ、ちょ、やばい。全然当たんない。ちょっとね、なんでバケツ使ってんか分かんなくなってきた。ナイス。ここ強いな、やっぱ。えい、いや、ここバケツ強いや。ホッケフトよりはこっちの方が好きなんだ。俺は。人にもよりますが。ちなみに、ホッケフトは俺の熱盛と同じステージ。名前が。ちょっと逃げるわ。怖っ。めっちゃ来てる。怖っ。ちょっと無理。そんなに来られると、いくら過去に100人切りしようが勝てない。勝てない。もうこれ来ないな。今この二落ちの状態をキープできれば、こうし、負けてるのに、相手が攻めてこない状況を作れればでかいんだよ。当たるんだ俺の。すげえな。長いな、バケツ。自分が思ってる長いからさ。よし、ナイス1。ナイス1人だ。相手1人、相手1人。ここちょっとスプリンから投げて。おい。あ、待って、助けられなかった。やばー。あ、でもこれ俺スペシャル溜まったから。こっち投げといて。ナイス着地。うれ。いや、ナイスです。最後、右だな。ほい。はい、爆発。あー、間に合わなかったけど。倒せなかったけど。これは攻めた結果、勝ったんじゃない？ありがとうございました。おー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 。ホッケフト来た。こう塗るのが嫌なんだよ、塗るのが。ちゃんと塗れてんのか、これ。これ。座れちゃうんだよな。俺の熱盛で作ったステージだから文句何も言えないけどさ。何も文句は言いたくないけど。うわぁ、俺だけに寄ってきたな。なんかミサイル多くないか。やべ、抜けちゃう。あれ厄介なんだよ、抜けたら。待って。行かないで。いや、これ本当に、抜けられると厄介。塗り強いモデラーとか特にね。だからやば、鼻噛みたい、すごい。怖っ。ちょっとインクの飛び方ちょっと。やったー。追い込んだー。絶対怖かった。今絶対怖かったはず。よし、これは、あ、届かないの、マジか。まあ、ナイス。届かないってか、当たんなかったな。乗ってる。爆発させよう。味方のバブルを借りるっていうね。
このバブルちっちゃいな。多分スペシャル性能がない。そのまんまのバブルやな。あの、原石のバブル。そのまんまの。やばばばばば。あー、ごめん。俺の丸見され事故ってる。怖っ。あ、当たった。バケツの強み出たぞ、今。上からやれないか？あ、むずい。ここ。うわ、弱、当たった。ほら、ナイス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 。あ、なんか張り付いちゃう。いいね、返した。あっ！抜けてる？抜けてる？敵抜けてる。これもう任せるしかない。逆に、いやあ！いや、ナイスナイス。味方が倒してくれてる。結構。なんだそれは。すげえな。あー、インク出てない。はあ、すげえ。すごい、すごい。うちのチームのインクを泳いでました。頑張れ。あ、ナイス、2、4、3、3、3、3、3、3、3、ありがとう。俺、変なとこで死ぬこと多いから。味方様々ですね。ありがとうございました。多分勝った。勝ったべ。あー、ありがとうございました。いや、喉もおかしくなってきた。風かな？風疑惑かな？大丈夫かな俺。